一人の俺。この番組は月刊アスカ、P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。40年にわたる長き年月を経てようやくこの日この時を迎えることができた。魔法を司る全ての天使と精霊の皆において、大いなる魔力と召し下され。闇をかけ闇を操る全ての力が今そなたの全身に宿るのだ。朝早くから起こされたのはこのため？あら、このためってこれも大切な。あ、大ちゃんにはまだちょっと大きいかな、このコスチューム。大好き。何じいちゃん？ウィズが時間だよって言っとるぞ。ヒュー、しまった、今日は早く出る日だった。あ、朝ごはんは？え、ごめん、まだ作ってない。もうまた母さんでは。ないで。大好き。え、夢夢油断してはならんぞ。油断は全てを無にする。じいちゃん、それともう一つ、その格好も可愛いったらないよ。大ちゃん、今日は4時52分27秒までに帰るのよ。でないと大変なことになるかも。ラブレターうまくいってもデートはダメよ。なんで知ってるの？顔見ればわかるわよ、母親だもん。うざ。相手は原田梨沙ちゃんでしょ、双子の女の子。わかりすぎだよ母さん。妹の方だっけ？おはようございます。おはよう。おや、今日はいい顔だね。相変わらず目がいいな。気をつけてね。うん、行ってきます。僕は今日から生まれ変わるんだ。地味で冴えない庭大輔から意外とやるじゃんな庭大輔に。ん？よし。ねえ。お見事。ん？サンキュー少年。私のハンカチ。はい。ありがとう。助かった。いえ。じゃあ。ありがとね。今日はいいぞ。きっとうまくいく。絶対。まもなく発車いたします。ホームにおいでの方はご乗車になってお待ちください。乗ります。おお、大輔くん、慌てなくても大丈夫だよ。ありがとう。はい、今日は早いね。今日はいい感じ。次の駅で原田さんが乗ってくる。まずはおはようと挨拶しながら、僕は原田さんが潰されないように守ってあげて、それから目と目があったりして、なんとなく二人だけの世界になったら思い切って渡すんだ。あの、これ後で読んでくれるって。まもなくトールステーション、トールステーションです。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが。いた、いつもの場所だ。まずはおはようだよね。それから僕が守ってあげて、そしたら二人の世界になって。あれ、嘘。
なんで？当駅はホーム改良工事のため、お客様にはご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。そんなお足元のご注意の上ご乗車ください。頑張らなきゃ。今日のために原田さんが乗る電車の時間を必死でリサーチして、手紙だって一月もかけて直しに直してベストなものにしたんじゃないか。すいません、失礼します。グランデステーション、グランデステーション新市街駅です。車両とホームの間が広く空いておりますので、小さなお子様は特にご注意ください。まずは挨拶から。原田さん、丹羽くん、かわいい、おはよう。本当にドジで。やだ、そんなに謝らないで。別にどうにかなったわけじゃないし。でも私そんな丹羽くんのこと大好きよ。あの今なんて。だって丹羽くんって他の人たちよりずっとずっと優しいんだもん。そうかな。この前の日直の時重い荷物持ってくれたし、掃除当番だって代わってくれたし。そりゃなんつうか、やっぱし。それに丹羽くんって男の子なのに男の子って感じしないし。え、いろんな意味でとってもいいお友達だもの。お友達。あら、あ、これ違うんだ。これはあの、その練習っていうか小道具っていうか、あの、なんていうか、そうだ、僕あの原田さんの名前の字が好きで練習してたんだ。そう、練習だから気にしないで。でも何やってんのあんたたち。あ、原田さん、ミク、丹羽くんがこんなに早いなんて珍しいじゃん。私たちみたく朝練もないのに。ねえリク、何を。男の子がさ、女の子の名前書いた封筒を持ってるのって何だと思う？そんなのラブレターに決まってるでしょ。じゃあさっきのあれは。え、丹羽くんがあんたに？ちょっとそんでどうしたのよあんた。どうもこうも、手紙はあったけど渡されなかったから何にも。なんだ、じゃあ違うんじゃない？ううん、名前は完璧に私だった。でも渡されなくてよかったかも。なんで？だって私の理想は自分より背が高くて究極の何かを持っている人でしょ。そんな相手にふさわしくなれるように自分を磨いているんだし。だから丹羽くんには悪いけど。大輔にはこれからハードな運命が数えきれないほど待ち受けてる。でも私たちは何があってもあの子を見守ってやらなくちゃね。うん。ぼーっとしてる場合じゃねえぞ。おい、聞いてっか。はあ、なんだなんだ辛気臭い。シャキッとしろ、シャキッと。いいか大輔、今夜は世紀のビッグイベントが待ち構えてんだぞ。ビッグイベント？おーよ、親父から探り出した極秘情報だ。今夜11時、絶対に何か起きる。はあ、
わけで報道屋の俺としてはいろいろ忙しいから美術室の掃除代わってくれ。また原田の写真やるから。いいの入ってんだぞ。え、はあ、バカな僕。あれ、ここ職員室から一番遠いのに、なんでこんなどんくさいんだ僕。今日こそこんな自分とさよならするはずだったのに。いいお友達だもの。なんでこうなっちゃうんだよ。はぁ、見た？何よ。え、いや、何でも。あ、そうそう、昨日ここにジネル作の女神ラデンの複製画が入ったんだよ。ほら。ああ、知ってる。だよね。ところで、なんでここに？掃除当番だったのでね。あ、他の人どうしたのかな？あ、来ないなんてひどいよね。僕が来なくていいと言ったんだ。え？君と二人きりになりたかった。え？え？今夜は暇？え？あ、それとも何か大事な用でもあるの？今日は僕の誕生日なんだ。だから。そう、じゃあ仕方ないね。どうして僕のこと？僕も絵が好きなんだ。そんな話がしてみたくてね。はあ、今日はなんだかいろいろあったな。今日は4時52分27秒までに帰るのよ。出ないと大変なことになるかも。やっぱりただものじゃない。間に合った。ただいま。あ、ただいま。靴脱ぐ場所がなくなっちゃった。よっと。床のセンサーに反応する仕組みか。走り抜けるしかないってことだね。やっと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 。やっと。なんで？やっと。わっとわっとわっと。なあ。だ。と。だからさ。では。ま、なんとかクリアかな。高圧電流。いや、マジで電流通ってるんだもんな。みっけ。ただいま。おかえり。ああ、もう今日は満点よ、大ちゃん。母さんめちゃ感激。特にサイボルは本当によく気づいたわね。もういいよ母さん。大輔、よくぞここまで耐えてきた。たった今お前は14歳になったところじゃ。これでわしから与える試練は終わった。お前は長く苦しい道のりじゃった。そしてついに運命を背負った戦いの日々が今。おい大輔、どこ行くんじゃ。ごめんじいちゃん、今日はそれどころじゃないんだ。あ、ダメだったか、ラブレター。あれ、朝はちゃんとかけてあったのに。キュー、お前か、ウィズ。ニワくん、おはよう。どうしたの？大丈夫？ニワくん。ニワくん、お願い。どうしよう、ニワくん。
しい。丹羽くんのこと大好きよ。なんだこれ、熱い、苦しい。セイントティアーズ、聖なる乙女をいただきます。怪盗ダークダート、生意気な。これだけ厳重な警備の中で取れるもんなら取ってみろってんだ。相原警部、総司令が到着されました。現場にはご足労いただく必要はないと申し上げたんだがな。絶対物にしてやる。なんたって40年ぶりの出現だもんな、怪盗ダーク。うわー、母さん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 、どうなってんのこれ。あらやだ、美形。そうじゃなくて、ちゃんと説明してよ。こんなんじゃ学校に行けないし、みんなにも会えないよ。今朝言ってた大変なことってこれなの？大丈夫、うちはそういう家系なの。え？聞いたことくらいあるでしょ、黒い翼を持つ正体不明の大怪盗ダークの話。丹羽家は300年前から代々そのダークの力を受け継いできた家なのよ。丹羽家に生まれた男子は14歳になったらみんな立派に怪盗の仕事をしてきたわ。そして今度はあなたがその名を受け継ぐ番よ、大輔。いえ、ダーク。それで小さい頃からあんな訓練にしたって。やだよ、怪盗なんて。今すぐ元に戻して。それはダメよ。え、もう予告状出しちゃったもん。今夜11時に聖なる乙女をいただきますって。今夜11時、絶対に何かが起きる。そんな無理だよ、絶対。お前ならできる。いや、もうお前がやるしかないのじゃ。じいちゃん、丹羽家にはもうお前以外血を受け継ぐ者はおらんのじゃ。それに聖なる乙女を手に入れない限り、お前の体は元に戻らん。手に入れれば元に戻るの？そういうことになるわね。わかった、やるよ。僕やるしかないなら。キュン。大輔、ウィズの頭に手をかざすのじゃ。こう？ダークの黒い翼はウィズの変身なんじゃ。予告の時間がやってきました。果たしてダークは伝説の通り空から飛来してくるのでしょうか。くだらん、さしずめ隣のビルからロープで。相原警部、上を。ん？まさかダークです。今40年の時を超えて怪盗ダークがその姿を現しました。すげえ、マジで来やがったぜ。ダーク、まるで警察を嘲笑うかのように飛び続けています。なんと少年です。怪盗ダークは少年でした。推定年齢は17、8歳といったところでしょうか。リサ、先ほどもらうよ。な、消えました。ダーク突然と姿を消しました。警官隊が館内に突入していきます。平浜裏口を、新浜屋上に回れ。非常とはまだか。クソ、ダークのやつ、防犯ロックがかかったまま一体どうやって。警部、どうした。すみません、ダークはたった今正面玄関から。なんだと。ダークのやつめ抜け抜けと。正面だ、全員正面入り口に向かえ。よし、鮮やかですね。まるで僕の知ってる誰かさんのようだ。日渡君、なんでここに。はじめまして。じゃあないですよね。もう離さない、絶対にね。俺はただ君を手に入れるためだけに生きてきた。俺には他に何もないんだ。岩谷くん、やめて。誰か、誰か助けて。よくやった大輔、あとは任せろ。え、うわ
さあてここで問題だ。本物はどっちだ。ダークが二人。聖なる乙女いただいていくぜ。来いエズ。ダーク。こうでなければ面白くない。警備体制の不備をついてダークは再び闇の空へと姿を消したようです。果たして一体どこへ去ったんでしょう。ダークさん、まあこれくらい遠回りしときゃ大丈夫だろう。あいつは嘘だろ。なんで やばい、変わっちまう。リサ、お風呂。了解。ダメだ。待て、騒ぐなバカ。怪しいもんじゃねえ。いや。鼓動が止まらない。よみがえる思い。この番組は月刊アスカ P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。